皆さんこんばんは。本日は東京タワーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。本日の MC を務めます武田真奈と栗山千佳です。よろしくお願いします。まずは東京タワーからお知らせです。東京タワー真下の商業ビルグッドタウンの屋上でマザー牧場名物のジンギスカン食べ放題飲み放題が楽しめる東京タワーハイボールガーデンルーフトップジンギスカンがオープンしています。ライトアップされた東京タワーを真上に臨み4本の東脚の内側に位置するフットタウンの屋上スペースは東京タワーの鉄骨の迫力と美しさ、ライトアップの優美さを間近に体感できる知る人ぞ知るスポットです。そんな穴場スポットで営業しているルーフトップジンギスカンのおすすめはもちろんマザー牧場創業以来の伝統の味、人気ナンバーワンのジンギスカン食べ放題飲み放題プラン。ラム肉だけでなく牛肉、豚肉や各種野菜も120分間食べ放題、飲み放題ドリンクも各種ハイボールはもちろん生ビールやソフトドリンクなども取り揃えています。そして1階正面玄関前広場にももう一つのハイボールガーデンが登場しています。屋上会場と同じく豊富なドリンクメニューに加え前菜、揚げ物、焼き物、煮物、そしてパスタやピザなどなどハイボールにぴったりなフードメニューが満載です。ルーフトップジンギスカンは思う存分飲み食いしたいときに、正面玄関前のハイボールガーデンは仕事帰りに気軽に飲みたいときに、ぜひ東京タワーで楽しい夜のひとときをお楽しみください。詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。それではお待たせしました。この後登場する安本美桜さんをご紹介します。安本美桜さんは川崎のストリートを中心に都内ライブハウスなどで活動するシンガーソングライターです。将来を嘱望されたプロのダンサーとしての道を自らの意思で立ち、生きる道を歌に決め、昨年にはファーストフルアルバムメディテーションを全国リリースされました。そして4月7月2日日曜日にはマウントレーニアホール渋谷プレジャープレジャーにてコンサートも決定しています。それではご登場いただきましょう。安本美桜さんです。大きな拍手でお迎えください。But
自分を守るための甘えだとしたなら捨ててしまおうを抱きたいと今がある眩しすぎる光だ裏切りは今から作ってゆけるいくらでも皆さんこんばんは。 ありがとうございます。シンガーソングライターの安本美代と申します。1曲目フリーバードという曲からお送りしました。ちょっと元気な曲をお送りしたんですが、次はガラッと変わってこんなバラードを歌いたいと思います。聴いてください。星になる前に。私もわかる壊れそうな心、あなたの好きなラジオも今日は歌う。
和の空だから生まれ変わること祈り続けるよりも私のぬくもりを今感じて生まれてきた日の完成を記憶の底から呼び出して夢に潰れてしまう前にもう一度自分を愛して欲しい。星になる前にお送りしました。改めまして、私はシンガーソングライターの安本美代と申します。今日はですね、大好きな東京タワーさんのこのクラブ33333という素晴らしいステージに呼んでいただきまして、初出演で歌を歌わせていただいております。どうやら噂によると、あの、ね、海外からお越しの方もたくさんいらっしゃるということだったんですけれども、外国から来たよっていう方どれぐらいいますか？これ日本語だからわからないですよね。ハロー、ハローエブリワン、あ、ウェルカムトゥ東京、アイマンシンガーミオ安本、プリーズエンジョイ。通じた？通じた？きっと通じたと思います。心が通じれば言葉に垣根はないと信じております。安本美代です。今日は短い時間ですが、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ね、あの、今日は 1,2 曲目、このオケ、カラオケを使って歌いましたが、普段安本美代は、バンドメンバー、ミュージシャンと一緒にライブをお送りしておりますので、今日も、ね、とびっきりのサポートメンバーをお迎えしたいと思います。拍手でお迎えください。オンピアノ大坪忠志、ようこそ。大坪さんはもう、私は今日初出演なんですけれども、もう何度かこの東京タワーでのステージ、はい、経験されているということで、今日はまた楽しみにしてやってきました、ね、今日はこの第一展望台から見える景色が夜景でね、もうきっと遠くまでキラキラ輝いて見えるんだろうと思ったら、あいにくというのでしょうか、雨模様で曇り空だけれども、それでも遠くまで景色って見えるんですね。この明かりのあったかさと安本美代の歌声で、皆さんの心がちょっと今日は冷え込んでいる気温だけれども、少しでも
東京タワーに来てよかった、温かい声が聞こえてよかった、そう思ってもらえるようにこの後も歌をお送りしていきたいと思います。ちなみに東京タワーのカラーがいくつかあるのご存知ですか、ね、2色、2色って嘘だってあのいわゆる東京タワーのオレンジのカラー、あれ夏カラーと冬カラーがあるんですよ。サマーバージョンとウィンターバージョン。この今度の7月7日七夕の日を境にサマーバージョンの明かりになりますね。何が違うのかって、私結構東京タワーマニアなんで喋れちゃうんですけどここから笑いが聞こえたスタッフさんから冬バージョンはね、少しでもあったかく見えるようにやんわりとしたこう暖色のね、ちょっと強めのオレンジのカラーなんです。サマーバージョンも外が暑いですから、少しでもすっきりしてもらおうということで、こうキリッとした白目のね強いオレンジのカラーになってるんですよ。ただ1週間に一度だけあのカラーが見れるんです。この皆様も見たことあるんです、あると思うんですけど、ドットのねこう点々の東京タワーのカラー、ダイヤモンドベールっていうんです。1週間に一度、皆さんいつだと思いますか。今日、1週間に一度、土曜日のサタデーの今日にですね、ちょっとあれですね、ルー大柴さんみたいになってきましたねサタデーのトゥデイに、しかも8時から夜10時までの間に東京タワーのライティングが変わります。今日このライブは8時くらいまでなので、皆さんその後東京タワー堪能していただいて、お帰りになる頃、そして次の場所に向かう頃ですね、振り返っていただくと、そのスペシャルバージョンのライティングが見れますと思いますので、ぜひそこも最後まで楽しみにしていただけたらと思います。そんな大好きな東京タワーで次の曲、こんな曲をお送りしたいと思います。聴いてください、レイトサマー。ねえ、聞いている、聞こえてる。
私を思い出し様という曲を、お送りいたしました。次にお送りする曲はですね、安本美を全曲最近のアルバムは作詞作曲もしているんですけれども、今の曲は割と失恋をテーマにしたり、こう男女の物語だったんですが、どちらかというと毎日を明日を強く生きていくことだったり、今日よりも少しでもハッピーな気持ちで進んでいけるようにそっと背中を押すような、そんな歌詞を大切に書いています。次にお送りする曲はレイ受け継ぐ命というタイトルがついています。レイというのはこう南の島とかで首にかける首飾り、あれは貝殻だったりお花だったり木だったり、それをつなぎ合わせて一つの輪っかにしています。冠婚葬祭の時にこの大切な伝統やこう感謝の気持ちや悲しい気持ちだったり、それを分かち合ったり受け継いだりするためにあのレイというのが作られたらしいんですね。なんだか人生ってそんな感じだなと思っていて、今日ここで一期一会で皆さんに出会えたこの場所、東京タワーがあることも、私はね、映画で三丁目の夕日っていう映画を見た時にこの東京タワーが建設されていく様を映画の中だけど見ました。その時の街並みは今の東京とは全然違くって、だけど当時の彼らの日々の生活があったからこの東京タワーは完成して街が活気づいて今日の東京があるんだなってすごく感動しました。今日流した涙もきっと誰かにとって明日につながる希望の涙だと思います。辛いことがあっても楽しいことがあっても必ずこの思いは願いは次のものへバトンタッチしていく、何十年後もそうやって受け継がれてきたバトンを愛おしく思える日々でありますように願いを込めて歌詞を書きました。この曲をぜひ皆さんに聴いていただきたいです。レイ受け継ぐ命。
空の青の果て、あなたがそこにいるのなら教えて、私が一人生きるため、いくつの犠牲があったの、手を合わせるだけじゃ足りない、ねえ誰かの涙を集めながら
安本美代で霊受け継ぐ命という曲をお送りしました。この第一展望台は高さ何メートルぐらいになるんでしょうね。150メートルくらい。皆さんのこのステージの後ろ側にちょうど今下を向かれて、怖くないですか？怖くないですか？大丈夫ですか？今歌を聴いていただきながらずっとね、ずっと下がガラス張りのところで歌を聴いてくださってすごい勇気だなって思いました。私はですね、飛行機とか乗るのは好きなんですけど、高所恐怖症というのでしょうかね、ちょっと高いところとか吊り橋とか渡るのがすごく足がすくんでしまうので、すごい今拍手喝采を送りたい気持ちです。あとで私もちょっとそこに立ってみようと思います。皆さんそこ歩くとき気をつけてください。ただ向こうにもね、もっと長い吹き抜けのところがあったんですよ。さっきちょっとそこ行ってきてみたら、何歳ぐらいかな、4歳ぐらいの男の子がうつ伏せになって寝そべってこうやってたんですよ。この子は大した大人になるぞ、立派になるぞなんて思いました。その勇気が私にも少しでもあればいいななんてね。そこもう立ったよって人いますか？あ、まだまだ若干目の方ですね。じゃあこの後大行列してね立ちたいと思います。安本美代、今日のステージ終わりましたら、今歌っております曲たちが収録された CD ですね、皆さんの右手の方で販売させていただきますので、よかったらお声掛けいただきたいと思うんですが、今 CD は並んでいません。チラシがたくさん置いてあります。あれは無料でお持ち帰りいただけますので、ぜひ持って行っていただきたいと思います。裏側にはですね、私からのお手紙が書いてありますので、よかったらお時間のあるときにご覧になってください。少しお水いただきます。今日はステージの後ろ側に安本美代のポスターを貼ってくださいました。これであの人は誰なんだろうという問題が解消されるかなと思います。安本美代と申します。今日はユーストリームでも配信されているということで、関東以外のね、この東京以外の方も、ご覧いただけているということで、とても嬉しく思います。インターネットで、ツイッター、ブログ、ホームページやっておりますので、ぜひこの安本美代ひらがなでも大丈夫です。検索していただいて、また細かなプロフィールなど読んでいただいて、いただければなと思います。最近ミュージックビデオなども、YouTube に載っけておりますので、このライブの続きまた楽しんでいただけるように、この後も心を込めて歌をお届けします。次にお送りする曲は、少し私はインターネットに疲れてしまうことが実はちょっとあってですね、とっても便利なんだけど、そればかりに頼ってしまうと、こう人と人との通い合えるあったかい気持ちだったり、顔の表情だったり言葉の表情だったり、伝えきれないものが増えてきたなと思って、やっぱりこうやってライブでもそうですけど、実際にお会いして気持ちを届けることがすごく好きです。だけれどもね、このインターネットのすごく恩恵を受けている私たちなので、すごくバランスが難しいなって思うんですけど、きっと皆さんの中にもそういう SNS 疲れだったり、インターネットの中で心に少し曇りが生まれた方もいるんだと思います。じゃあその曇りはどうしようか、なんとか前向きになれるようにこんな曲を書きました。聴いてください。エンドロール。世の中は便利な時代になりました。寄り添う時間が減ってゆくほどに、別れはそう遠くないと気づいたけれど、
ある画面を信じて心綴る。おはよう、元気ですか。指先で伝えてく。君がどこにいても幸せでありますよ。もちろん寂しさもあるけど、これでいいんだ。今はただ君が君らしく生きること、それを願うんだけ。それだけで幸せなんだ。ありがとうございます。安本美代でエンドロール、お聞きいただきました。私はですね、さっき MC の方が紹介してくださったように、この東京を中心に音楽活動させていただいているんですけれども、実はもともとですね、歌を歌うことがとても苦手で、ずっと避けて、友達のカラオケとかも避けて生きてきたんですけど、どうしてもこの心を伝えることが好きで、よく手紙を書いたり友達と喋ることはしていたんですけど、もっともっとたくさんの方とつながりたいと思って、歌手になることを
決めました。なので最初は本当に歌が人前で歌えなくて、同様のチューリップが咲いた咲いた、そういう曲から練習したりして、今ようやく皆さんの応援のおかげでこのような立派なステージに立たせていただけるところまでやってきました。だけどまだまだ出会いたい人もたくさんいるし、歌っていきたい曲もたくさんあるので、まだ夢の始まり、スタートラインにやっと立ったばかりなんですけれども、今年の1月13日ですね、私の安本美和の初めてのファーストフルアルバムメディテーションが全国リリースすることができました。ありがとうございます。でね、リリースしてから早何ヶ月でしょうね、キマが5月なんで、ね、4ヶ月、余り、経ちました。いろんな会場で歌を歌わせていただいております。そして、即売会の方もさせていただいておりますので、今日出会えた皆さん一期一会、今日の東京タワーにお越しいただいた記念にですね、1枚お持ち帰りいただけたら嬉しいなと思っております。全部で10曲入っているんですけれども、次にお送りする曲はその1曲目に収録した曲をお送りしたいと思います。タイトルアンダンテっていうんですけれども、音楽の言葉で歩くような速さで、歩くようなテンポでという意味があります。そうですよね、そうですよね。そう、私はちょっと積もう進型というか、こう夢に向かってもう猛ダッシュをしてしまうところがあるんですけれども、時には歩くことによってその日々の大切さだったり、こう走っちゃうと速すぎて見えない、新幹線とかに乗っちゃうと見えない景色がいっぱいあるけど、鈍行って今言います、各駅停車に乗るとこう見える景色もたくさんあったりして、人生もそんな風にスピードをつけたり、ゆっくり自分の歩く速さで歩いたりしたり行きたいなという思いも込めて書きました。この曲聴いてください。安本美代でアンダンテ。一人きりで生きたい。
ゆく強さいつしか手に入れてたみたいだけど、あなたと出会えた今ならきっと強くなれる。いつかあの日の夢が叶うといいな。近道は私らしくあるために、ひとつ今日よりも幸せに、明日も生きる楽しみもあるけれど、微笑みに変えながら、そのメディテーションというファーストフルアルバムなんですけれども、瞑想、メディテーションって瞑想という意味があります。何かこう道に迷った時とか、こう自分自身の中で迷い事があった時に、いつも自分の私はこの自分の心と会話をすると、なんとなく進んでいきたい方向が見えてくることが多かったので、念願のファーストフルアルバムはメディテーション瞑想というタイトルをつけたいなと思ってつけました。次にお送りする曲はその10曲入りの CD の中の一番最後に収録されている曲なんですが、最近ですね、キャンプサイトさんという、音楽団体の方の応援をいただきまして、ミュージックビデオを作っていただくことができました。安本美代でさよならありがとうを検索していただきますと、そのミュージックビデオもご覧いただけますので、よかったらぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います。この曲は別れの曲です。さよならありがとうって言ってるぐらいだから別れの曲ではあるんですけど、その人と人が離れ離れになる時ってすごく心の痛みを伴うんですけど、その離れ離れの痛みがあるからこそ大事なものに気づけたり、次に出会えた人のことをもっと大切にしようって思うことができたり、人として人生が豊かになる瞬間だと思っています。なので私の中でさようならとありがとうはいつもくっついていて、背中合わせですごく素敵な瞬間だなと思っています。ぜひ聴いてください。安本美代でさようならありがとう。
しい時には一人がいい。泣いてる姿は見せたくないな。強がる私に気づいたなら、今日こそ静かに見送って、やっと出会えた、たった一人のあなたと、ずっと二人で越えながら生きてくんだと信じていた。昨日までの私を笑って話せる、そんな日が来ますように。新しい始まりと歌って、あなたの足取り重いことが、せめてもうぬすく人を今は思いたい。誰より愛した人が決めた未来はどうにか受け止めたい。きっと二人は何度もすれ違う旅、進むべき道見つけてしまったのだろう。誰も悪くない、嘘でもそう思わせて、一番の友達になれるように願うけど、愛し上げた誓いも物語が終われば、続きはどこにもない。別れI'm not afraid to die.
ありがとうございます。安本美代でさよならありがとうという曲をお送りいたしました。今日はね、5月の13日土曜日、この東京タワーライブのクラブスイスイスイ333で、皆様と出会えたこと本当に嬉しく思います。そして結構今日はたっぷりめにステージをお送りさせていただいたんですけれども、最初からだったり途中から足を止めてくださった皆さん、歌を聴いてくださって本当にありがとうございます。今ステージの右側の方に、チラシ置かせていただいております。終演後、もう間もなくですね、今日歌わせていただいた楽曲収録している CD の方即売会させていただきます。ご希望の方には、サインの方も書かせていただきます。安本美代で検索していただくと Twitter やブログやホームページいろいろございますので、また後ほどそこで出会えたら嬉しいです。そして安本美代は毎週末のようにですね、今ライブをさせていただいておりますが、特に一番皆さんに来ていただきたいというライブがございます。夏です。7月2日日曜日、夏の日にですね、渋谷にありますマウントレニアホール渋谷プレジャープレジャーというですね、とっても素敵なホールという会場で、ワンマンコンサートさせていただきますので、今日は、大坪さん、バックミュージシャンに迎えておりますけれども、もちろん大坪さんもお迎えして、そして他にもアコースティックメンバーたくさんたくさんお迎えしてお送りいたしますので、よかったらスケジュール、合う方いらっしゃいましたら遊びに来ていただきたいと思います。そのチケットも今日はここで販売させていただけるということですが、まだ予定が分かんないよという方はイープラさん、インターネットでもお求めいただくことができますので、また詳しくはですね、続きはウェブでってやつですかね、そちらでまたご覧いただければと思います。もしかしたら雨が止んだかもしれません。さっきまでちょっとざんざん降りになったんですけれども、私から見える東京の夜景がさっきよりも澄んで見えるようになりました。皆さんがこの後お帰りになるとき、そしてまた次の目的地に行くときにですね、足元が歩きやすいことを願っております。そして忘れずに8時からのダイヤモンドペールのライティング、ぜひご覧ください。私も楽しみにしています。今日最後まで本当にありがとうございました。最後はちょっと元気な曲で、また皆さんの明日の元気につながるような曲をお送りしたいと思います。私が初めて作詞作曲をしたこの曲です。今日本当にありがとうございました。安本美代でアトム。
て目指した場所がある。もし夢が叶わなくたってこの日々が輝くために、雲の切れ間さす光、心の奥照らすとき、自分の嘘つかない約束、確かめた生きることも辛いけど意味があって生きている。いつかきっと自分の答えを掴むため、夢を生きてくよ、どこまでも。気づいたんだ本当は、どんな過去も素晴らしい。立ち尽くしたあの日の私も微笑むよ。話をお伺いしたいと思います、はい、本日の東京タワーでのライブはいかがでしたか？もうすごく楽しかったです。楽しみにしてきたんですけれども、いつも応援してくださってるファンの方も来てくださっていましたし、今日初めてここで会えた、出会えた皆さんにもしっかり歌を聴いていただけたのがすごくすごく嬉しかったです。ありがとうございます。足元の悪い中、たくさんの方に集まっていただいて、すごくお客さんとの距離も近いので、こちらもね、テンションが上がりますよね、はい。では改めてライブの予定についてもう一度教えていただきたいです。はい、はい、この夏ですね、7月2日の日曜日に渋谷にあるマウントレーニアホール渋谷プレジャープレジャーという会場にて、安本美桜のホールコンサート開催して、開催が決まっています。もう今一番皆さんに来ていただきたいスペシャルなライブです。ありがとうございます、はい、先ほどライブ中にもお話がありましたが、本日そちらのライブのフライヤーパンフレットもご用意していただいておりますので、はいはい、ぜひステージ向かって右手のブースでぜひお手に取ってみてください。また本日はフライヤーとチケットと、あと CD もご用意していただいているということで、はい、そちらの CD についても教えていただいてもよろしいですか？はい、CD は今日のライブで歌わせていただいた曲が収録されているファーストフルアルバムメディテーション、今かかっている曲も入ってるんですけど、そちらとあと今最後に歌ったアトムという曲が収録されている明日が聞こえるという CD、 あと何枚か持ってきています。ありがとうございます、はい、このライブの後に CD 販売をステージ向かって右手側のブースで行っていただきますので、ぜひお立ち寄りください。それでは素敵なライブありがとうございました。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。安本美桜さんでした。改めて大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。もしも心が、さてそろそろ
ろ東京タワー TV サタデーエンディングになりました。いかがでしたか。明日も東京タワー TV サンデーの放送があります。午後3時からシンガーソングライターロバート・タイラー・ウィルソンさんのライブをお送りします。5時からは川原あさみピアノトリオのライブをお送りします。7時からは東京タワー TV レギュラーバイオリンとピアノのインストゥルメンタルユニットソーシズのライブをお送りします。ぜひ明日もここ東京タワー大展望台クラブ333に遊びに来てください。本日のお相手は栗山千佳と武田真奈でした。ありがとうございました。ずっと強くなる。